さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、 GGG の小読みです。本日なんとこのコーナー GGGS 決まった。はい、ということで本日こんなニコさんの格好をしてるわけなんですけれども、もうなんか完全にコスプレ要員みたいになってますよね。ニコさんになっております。イエイ。本日のゲーム、姫神絵巻ということで、どういうゲームかっていうのを説明しろって言われたんですけど、考えた結果ボタン一つで敵をバッタバッタなぎ倒すゲームだと思います。あと女の子が可愛いです。めちゃめちゃ可愛いです。姫神絵巻は、デイリーミッションがございまして、こちら任務ってところから飛んでいただいて、活躍っていうところがあるんですけど、こちらで10個任務がございます。これを一個一個達成していくとボーナスでこの最後に小判がもらえるということで、早速やっていきたいと思います。で、一番最初の1個目ログイン達成しておりますということで、経験値変換に行きたいと思います。で、これなんですけど、姫神のレベルを上げるのに霊下っていうのが必要になるんですけれども、それを、この陰陽師を使って霊下に変えていきたいという、早速変えたいと思います。スイッ、食いますか、決定で、これで霊下に、経験値の霊下がここに溜まります。で、これからレベルを上げたりとかすることができるんであります。レベル上げます。このように姫神を強くしていくっていうことですね。2回目の霊下変換していきたいと思います。そう、いや、はい、これ溜まっておりますので、これでまた姫神を強くすることができました。イエイ。はい、では3つ目、友達訪問ということで、友達のところに訪問します。これでこのワンタッチでもう友達訪問できております。で、これを10人分やるんですけど、まあ私10人も友達いないのでまあ10人分やるとこうボーナス達成ということになりますので、皆さん頑張って10人友達作ってください。次、探索です。探索なんですけど、まず姫神を選択します。よいしょ。で、行くところ、この1時間とか4時間とか8時間とか16時間とかあるんですけれども、行くところを選択します。で、決定を押すと探索してくれます。え、あ、はい、待ちます。はい、あ、でも1時間かかるんですね。で、小判、あ、小判使うと探索加速できるんですけど、小判3つも使わなくちゃいけないんですよ。なのでちょっとさっき裏情報を仕入れまして、探索中止を押してそれを3回繰り返すとデイリーミッションクリアになるそうですこれいいのかなえ、これ出てきたってこと、これ出てきたってこと、これで、はい、達成しております。達成しました。まあ、探索中止しちゃうと、まあ、もらえる、報酬とかないんですけれども、まあ、こうやって時間短縮できるっていう裏技になっております。シナリオってことなんですけど、これは普段のクエストをクリアしていくってことなんですけれども、まあ、私結構進めているのでサクサクやっていきたいと思います。出撃、ご主人の敵は私の敵だにゃん。ロードステ、はい、ではでは、やり方を説明したいと思うんですけど、まずワンタッチと前言ったんですけど、出撃って押せば勝手に戦ってます。で、これ出てくる弾をタッチしていく。で、これでスキルポイントを貯めます。で、今エディストかがこう光ってるじゃないですか。それでスキルを発動してる。ほら強い。こうやって進めていきます。よいしょ。ガンガンスキルを発動していきましょう。はい、こうやってクエストをクリアしていく感じになります。はい、達成しました。はい、ということで
先ほどですね、霊下を変換したので姫神のレベルアップは達成しておりました。ということで次宝珠やっていきたいと思います。こちらなんですけど、ギルドにまず加入しまして、ギルドの加入したところに出てくる宝珠っていう木をこうね揺らすと、本当にこうやって揺らすとあのお宝が落ちてくるらしいんですけど、残念なことに私を入れてくれるギルドがありませんでした。私はまだちょっとねその宝珠っていう存在ちょっと確認できてないんですけれども、そういうことらしいので皆さんはぜひギルドに加入してみてくださいね。はい、次体力回復ってことなんですけれども、こちらはこのアイテムを使ってスタミナを回復していくということでございます。決定。これでもう達成しました。よっしゃ。そして最後小判召喚、つまりお得意のガチャでございます。ということでやっていきましょう。はい、ということでちょっと50までちょっと貯められなかったんですけども、結構頑張って22まで貯めたので4回ガチャ引いていきたいと思います。いくぜ。よし、引きずらなガチャいきます。せーの、321ピュー。そい。はいはい。お、たまもちゃんです。お、星4だぞ。かわいいぞ。しかもなんか強そうだぞ。わりかしやったぜ。ではでは、蹴るだけ引いちゃいましょうか。でもう一回いきます。せーの、321ピュー。どやん。コンピラだ。お、この子も強そう。コンピラ、コンピラ、かわいいですね。で番がいきます。せーの、321ピュー。いっ。ほっ、え、星5だ。すごくない？すごいね、このガチャ。え、なんかもう強そうだな。やりました。ではあと2回かな。いきますよ。せーの、321ピュー。ほ、はじめまして。あ、待って、1、2、3、4、星6、これすごくない？すごくないですか？やばい、ちょっといいな、ハマりそうな。これいきますよ。せーの、321ピュー。最後だぜ。こい、うちは死ぬ。戦う。お、星5だ。え、すごいね、やりました。かわいいね、いっぱい出た。そんな感じでできるとこだけ全部デイリーボーナス達成しました。イエイ。今回はちょっと達成できなかったんですけれども、全部達成すると、皆さんは小判を5枚もらえます。でガチャを1回袋に小判5枚なので、つまり毎日ガチャが引けちゃうということです。すごい、すごい。というわけで皆さん頑張っていってみてくださいね。はい、ということでせっかくなのでこの10連のガチャを引いていきたいと思います。なんと1周年おめでとうございます。ではではいきますよ。皆さん10連なんだから可愛いのいっぱい出ますよね。いきます。せーの、321ピュー。よし、おら。レビューは後でにするよ。歌っていうの。おお、なんだなんだ、すごい、なんかすげえピンクしちゃったけど。ほうほう。私、青天大聖。え、なんかすごいよね、本当。すごいのいっぱい出ますよね。ごきげんよう。おお、星五。新好評と。あ、かわいい、この子、新好評。かわいいです。僕がごきげんよう。めっちゃ。これすごくない？激レアですよ。すごい。星生が2枚。いや、すごい、やりました。はい、そしてですね、こんなに可愛い姫神たちをですね、レベル20になりますと
めでることができるんです。文字通りめでるんです。さあやってみましょう。好感度をタップしまして、この姫髪をタップします。この手のアイコン分かりますでしょうか。それをこう姫髪頭まで持ってきて、こんな感じです。雨ばっかり嫌になっちゃう。これをこうやって何回も何回も、なで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 、本日回数6って書いてあるんで6回いっちゃいましょう。きっといいことあるよ、大丈夫、きっといいことあるよ。なでてなで、こんな感じでなでなで、やばいな、全然いいことだって思われてないんですけど、雨が憂鬱でいいことないかしらって言われてますけど、最後なでなで、こんな感じでなでなでして、親愛度、このポイント番のハートのところが 16% になってると思うんですけれども、こうやってなでなでして好感度を上げていってください。よろしくお願いします。いや、いい感じじゃないですか、結構。はい、ということで皆さんもいっぱいなでなでして姫髪巻き楽しんでくださいね。ありがとうございました。バイバイ。そうじゃねえよ。